にちは。こんにちは。あ、そうですね。嬉し作家の田島美香です。カジュアル茶道家として活動している福島美香です。はい、今回はですね、まあ質問を皆さんからいただいているので、それについて答えていこうかなと思います。皆さん質問ありがとうございます。ありがとうございます。ではじゃあ私から。あ、はい、はい、いただいた質問です。もし漆をやっていなかったら代わりにこれを極めていたかも、それかこれに興味を持っていたかもというものって何かありますか、ということで。あ、はい、はい、私漆以外だったら多分簿記ですかね。うーん、あ、音楽も、あ、悩むなって高校の時にその簿記の授業が必修であって、その時に簿記って皆さんご存知かもしれないんですけど、右と左の金額がこう釣り合うように基本ルール的にあるんですけど、その釣り合わせていく感覚が めちゃめちゃ面白いなって思って、あと問題もすごくリアリティがあって、なんか誰だどこどこ商店にいくらのものをいくら売った、その場合の仕分けはどうなりますかみたいな、それがすごい私好きで3年間勉強してたので、漆やってなかったら多分簿記会計士なのかなんかなったのかもしれないですね。うーん、どうでしょう。ちなみに福美香さん、茶道をやっていなかったら代わりにこれを極めてたってものは何ですか？私の場合は、小さい頃から絵を描いたりすることが好き で大学も実は美大 で大学院も美大に行ってて、でその時は現代アートとか美術の研究者になろうと思ってたので、多分そのまんま美術の世界にのめり込んでいってたのかなと。すごい。特にその美術の作品の修復家ってご存知ですか？ね、あります、ね、白衣着てこう綿棒とか あれにすごいなりたかった時期があって、いろいろこう学校とか見たんですけど、なかなかハードルも高くちょっと憧れのままだったんですけど、なんかそういう道に行ってったのかなと思います。なるほど、はい、修復授業でその修復に関わってらっしゃる先生の話とか聞いてると、その自分の個性を出さずにその当時のものをこうなるべく現状維持でこう直すっていうプロフェッショナルなのかな、すごい話聞いてて私大好きなんですよ。ちょっと親近感がまた一つ湧きました。その、まあ、漆をやってなかった会計の方面っていう、そうですね、多分現実生活のことを考えて、それは今自分がその漆を生りわいにしてて何かこう共通するものってあると思いますか？あんまりないんですけど、ただそのまあ青色申告なんだ、確定申告の時ですか、全員ちょっとあこれこういうすごい私生活の話で申し訳ないですけど、あ役に立ってるなって思いましたこの間。例えばその漆の作品を作る時にいろいろ多分計算したりとかっていうのも、それはまた関係ないんですか？そこもあんまり、どちらかっていうと漆、もちろん緻密にこう計算して作られる方もいらっしゃるんですけど、私はもうちょっとおおらかというか、はい、なんだろう、漆の表情を見てこう作る感じなので、あんまり数値化はないかも、文系なのかなっていう感じです。そうなんですね。はい、あ、じゃあもう一つ質問が来てるので読みます、はい、これまで2人が行ったことのある外国についての話、日本と比較してどんなところが良かった、どんなところが合わなかったとかの話を聞いてみたい、はい、いかがですか？そうですね、私が行ったことある海外はそんなに、でも10カ国以上は行ってますね、行ってますけど、でいろんな国に行きました。でホームステイもしたんですけど、私の中で一番いいなと思ったのが、まあすごい個人的ですけどイギリス、はい、そう、
イギリスはなんかすごい行ってて、なんか気軽に話しかけてくれるし、英語も分かりやすいし、あとはそのお茶の文化もあるので、なんか私はいいなと思いました。で、あとさ、行った中でどうなんだろうっていうのがイタリア、意外と、意外と、私憧れますけど、ミラノとか。いや、それ私もあのミラノとかフィレンツェとかいろいろ行ったんですけど、まずその食事がちょっと私には重かったかなっていうところですね。あと意外と良かったのがフィンランドとかすごい良くて、食べ物も美味しいし、ちょっと食べ物の話なんですけど、気候も過ごしやすいので、私はそうですね、イギリスが一番良かったかなと。なるほど、はい、ありますか。私実はですね、海外まだ1カ国だけなんです、経験がある、はい、それニュージーランドなんですけど、おね、あれは高校3年生の修学旅行になるのが一で、1週間の行ってきて、そのうちの2日は現地 の農家の、農家牧場とかやられてる方のお宅にファームステイをするっていうカリキュラムだったんですけど、あ、気候的にはあれ行ったの多分しか6月か9月かまでも、向こう秋だったんですけど、気候が日本と割と似ているように感じて、すごい気候的には過ごしやすかったです。ご飯もおいし、うん、特になんかね、ファームステイで食べたご飯がすごい美味しかった。へー、オートミールとか、まあ、ヨーロッパ系はあるかもしれないで、初めて食べて、何この美味しいおかゆって、オートミールとか、あとなんかね、何食べ、鶏肉もなんかトマトかなんかで煮たやつとか、ご飯はめちゃめちゃ美味しかったのと、あと農場をやってらっしゃる方なので、その牛とか羊のお世話に一緒に連れてってくれるんですけど、すっごい本当のどかで、緑が青色が濃くてすごい綺麗で大好きな街っていうなので、まだ合わなかったところは特にそこでは感じなかったんですけど、ので、これから行きたいところで言うと、私もイギリスのロンドンと、あと、そう、合わないって言ってたイタリア。あ、いや、まあ食事がね、そう、人によって、私はちょっとあのすごいチーズの量がすごい多いとか、いや、私のその個人的な、その、そうですね、合う人は多分合うと思います、うん、はい、素敵な街ですけどね、うん、はい、あとどんどん行っていくと、チェコのプラハとベトナムに行ってみたいです。いいですねっていう感じかな。でも私もなんかニュージーランド、オークランドに1回高校生の時留学をしていて、はい、うん、でも私のところは農業じゃなくて、全然なんかもっと違うお仕事をされてたホストファミリーだったので、うん、なんか食事とかも普通にフィッシュ&チップスとか、割と軽食が多かったから、うん、すごい食事が美味しいというよりかは普通っていうことあれですけどなんかそういうなんかね、いいなと思ってこう、ただ思い出した ならではのものが食べられるっていうのはまた違うと思うっていう、そうですね、なんかじゃがい、そういえば多分畑で採れた野菜を使って何かを作ってくれる、うん、マッシュポテト系かなと、うん、あとその一緒に泊まった友達がちょうど誕生日だったので、バースデーガールにって言って、みんなでクッキーをママと一緒に作りました、っていうのも今はって思い出した。いいですね、楽しかった。私は逆になんか日本人の友達もいて、もうみんなでお寿司パーティーとかしたのに、もはやなんか なんだろうなんかわざわざ行ってるのに日本のことをやってるっていう謎のなんかことをやってましたね。いいですね、海外、そうですね、まあでもあとはあれですかね、こう海外に行くとなんか気を強くしないといけないなっていう気持ちはあります。なんかやっぱり日本だと結構その遠慮したりとか譲り合ったりっていうことがいいと思うんですけど、海外だとそれだと自分の意見が通らなかったりとか、あとはその要望通り行かないことが多いから、ちょっとなんかこう気持ち的に我を強くして私は行ってます。あの、アポ取る時とか、うん、全部そうですけど、ちょっとなんか、そうですね、ちょっと
これからに肝に銘じていきます。はい、ということで今回じゃあ2つの質問に答えました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、またこれからもいろんな質問そうですね答えていこうと思うので、はい、はい、漆と茶道の質問もいっぱい来てるので、はい、またどんどん答えていこうと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。またね。